キングプリンスニューアルバム RE エラより最新ビジュアル通常版ジャケット写真公開今年6周年を迎えたキングプリンスの6枚目となるオリジナルアルバム RE エラよりキングプリンスの最新ビジュアルと通常版のジャケット写真が公開されています。今作は全曲を通じて一つの物語が描かれており収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバー高橋海人が描き下ろしており通常版のジャケット写真には 兄弟楽曲、ワ、wow! ウよりインスパイアされたキャラクター、RX、読みアレックスが描かれています。オフィシャルホームページでは9月20日より、ワ、wow! ウの視聴もスタート。聴けば聴くほど卵が進化し、キャラクターが出現するという仕掛けになっているので、ぜひとも楽しんでほしいところです。また、収録楽曲情報なども公開されるので、詳しくはホームページをチェックしてください。キングプリンスの最新アルバム、RE、エラは 初のコンセプトアルバムとなっているので、今後の展開にも好うご期待。なお、キングプリンスの6枚目となるオリジナルアルバム、RE ・エラの CD は12月11日、水曜日に発売。また、Apple m スク s マゾン Amazon Music、Spotify、YouTube Music、Line Music、AWA などのサブスク、音楽ストリーミングサービスや iTunes Store、レコチョク、音響ミュージック、モラなどの音楽ダウンロードサービスにて10月14日、月曜日、より先行配信。 そして、アルバム表題曲、ワ、wow! ウは、9月30日、月曜日、より先行配信されます。新曲、ワ、wow! ウは、アーティスト三浦大地と日本を代表する音楽プロデューサーである歌とメンバー高橋海ととのコラボ制作であり、振付は三浦大地が手掛けています。今年5月23日に6周年イヤーに突入したキングプリンスは、新たな挑戦と進化を宣言。その第一弾のサプライズとして15枚目となるシングル、ハーフムーン・ムーブ。 の全収録楽曲6曲と昨年発売されたキングプリンス初のベストアルバム MR5 の全収録楽曲57曲の計63曲をサブスク解禁しました。そして次なる試みとして聴き手が新たなる手段で楽曲に触れる機会を提案し楽曲にさらなる付加価値を与えユーザーがより音楽を楽しんでくれるであろうエンターテインメントをキングプリンスが提言します。そんな新たなる挑戦が最新アルバム r e エ a であり キングプリンスとしての新境地を開く初めてのコンセプトアルバムです。今作は全曲を通じて一つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバー高橋が書き下ろしました。楽曲からインスパイアされたキャラクターや壮大なストーリーまで作り上げた今作は超話題作となること間違いなしの内容となっています。収録楽曲は新曲ワウやハーフムームーブ。 愛し生きること、マジックワードや新曲含めて16曲が収録されます。また、初回限定版 A の特典映像には、ワウ、MV やワウ、MV ビハインドザシーンズと、6歳は誰だ同期当てクイズを収録、初回限定版 B の特典映像には、RE、エラ、ビハインドザシーンズや、ポップスターインザキングダム、ビハインドザシーンズと、シミ、ビハインドザシーンズが収録されるので、こちらもお楽しみに。今後明かされる、RE、エラ計画。 という壮大な物語。ぜひとも、キングプリンスの新時代を共に楽しんでください。